アロハ、ハワイの大工さんです。今後の YouTube とか今後の人生でなんかどうなりたいとかどうやっていこうって思ってるんですか？まあそうね、 YouTube 今後の俺はやっとね、そのセミリタイアの生活になって、まだやっぱり猫飼ってて、はいはい、猫がおるからやっぱりそんなに日本に行くことはできないけども、はい、やっぱり日本に帰りたい。あ、そうなんですね。って思ってる。それはもうずっと帰りるっていうか、まあ、何年間か帰るとかそういう感じなんですか？そうね、最終的にはやっぱり日本から来たし、はい、日本で生まれたし、やっぱり日本人やし、分からへん、別にこっちでそのままでもええんやけども、やっぱり日本、まあ医療系とかもあるしな、そんなん考えたらやっぱり英語ももちろん完璧じゃないし、で年取った時にどれぐらいあれ面倒くさくないんかっていうやっぱり楽しい、まあ半分半分まずの生活を、まず半分半分の生活を目指していきたいなって、この5年先にはそうなりたいなっていう気持ちはすごくある。あ、そうなんですね。うん、やっぱり日本の田舎にすごく興味がある、はいはい、うん、で分からん、生活的にはもちろん何畑したり、畑とかもするのが好きで。あ、そうなんですね。うん、でもこっちでも畑はできるけども、やっぱりその日本でって四季があるやん、はい、あ確かに、うん、だから寒いのはちょっともしかして苦手やから、まあだから本当は半分半分はやっぱり別なのかもしれへんけども、あ日本の春とか、そうそう、秋とかに咲くような、もう桜なんか多分20年見てないと思うし。あ、そうなんですね。だから春先とかやっぱり秋とかに日本に行きたいっていう気持ちはすごくあるな、はい、でまあだから仕事を日本行ったらどうやっていう話じゃないけども、まあそれはしてないから別に、だけども日本で仕事は別に今のところ考えてないかな、うん、だけどもそうやって野菜、まあまずね、そうやね、ごめんね、順番で言ったらまずね、まあ似てるやろうけど、キャンピングカーをレンタカーして、流行ってるやんか、日本で言った通り、もしかしたら中古で安いやつがあったらそれを買って、そしてこう全国回る感じで、はい、回っていって、あここええなっていうところがもしあれば、そこら辺でちょっとお家借りて、そして畑、いいですね、うん、なんか田舎暮らしみたいな感じですよね。そうね、でできたら海とか川があってちょっと釣りとかを始めたい、うん、何回かは行ったことあるね。ちょっとスローライフな感じですよね。そうね、まあそれが俺にとってはすごく憧れる生活かな。もちろん不便やと思う、セブンイレブンもなければっていう感じの生活になると思うからね、まあ、だから早いことをそうせんと、やっぱり車がなかったらできない生活やと思うから、だからやっぱり早く、できるだけ早く行って、そして慣れてしまったら、もしかしたら年ほんまに終えて行っても、そこで生活できる手段っていうのが作れるかもしれへんし、だからそこから先はまだ見えないけども、順番に言ったらやっぱりキャンピングカーで、まあ日本にだからまず1ヶ月で2ヶ月3ヶ月とこうね、何回か行かなかったかもしれないけど、そんな感じでちょっとずつこういろんなところ回っていけたらいいな。まあそれとともにだから YouTube を続けとったら、そのみんなともしここ来るんやったら
あの会いませんかいう感じで、いいですね、会えたら、はい、こう会っていける感じ。そうですね、結構あの YouTube でもいろんな全国の人を見てますもんね。だからやっぱりそれはすっごい楽しいなと、めちゃめちゃいい旅になりそうな。そうね、そうね。だからまあ悪いけども、145円これが200円の方に進んで行ってくれたらもうバンバンと。そうですよね、こっちのめっちゃ悪いけどみんなに。確かにそうですね、うん、でもそれは思ってる、めっちゃ。でもなんかあれですね、でまたその YouTube もまた僕は結構楽しみにしてます。そうなんか旅してる YouTube 絶対行く、絶対行く、絶対楽しい、絶対会いたい。まあでもね、今回こうやって会いに来てくれたから、また他の人も逆に まだハワイにおるから、うん、今の間は逆にハワイに来た人がこう、そうですね、会いに来てくれたらめっちゃ嬉しいし、ほんでそう逆に俺が日本に行けるようになったら日本で会ってっていうことも、楽しそう。だハワイの大工さんじゃなくなるけどね、日本の大工さんになるのかな。もうあれも世界の大工さん、まあね、あ分からないけど、でもまあ、うん、やっぱり日本人にとって多分日本という国は一番住みやすい国やと思うから、うん、と思ってます、うん、日本で住まれへんから海外に住むはどこ行っても俺は無理だと思う。日本でできへんことは世界じゃ無理よ、うん、日本でできるんやったら世界でもできるかもっていう感じで来たから。あ、いいっすね、うん、マハロ